この動画では肩の MRI 画像を用いた筋肉の解剖について解説していきます。肩関節は関節下に上腕骨頭がはまり込んでいるという解剖構造をしていますが、それを支える構造上数多くの筋肉がついており、これらの筋肉を覚えるのに苦労している方もいらっしゃると思います。この動画では肩関節の疾患を扱う前の基礎として必要な解剖の知識をしっかり身につけること、またこういった筋肉というのは静止画で覚えるよりも実際に画像をスクロールしながら筋肉の位置関係などを理解するとより覚えやすいと思いますので、 MRI の画像をスクロールしながら一つ一つの筋肉の解剖を確認し、教科書的な解剖の知識と画像解剖の知識を関連付けるということを目標にお話していきたいと思います。今回扱う筋肉の解剖についてはこれらの筋肉について扱っていきますので、これらに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。まず最初に肩の動きの名称とそれに関与する動作筋について見ていきたいと思います。これらの基本的な肩の動きというのはポジショニングをする放射線技師にとっては非常に基本的な用語ですので、まずここで整理していただけたらと思います。手を前に出す屈曲、手を後ろに引く伸展、外側からバンザイをする方向に上げていく外転、その反対の動きである内転、外側にねじる外旋、内側にねじる内旋があります。それらの動きとそれに関与する筋肉についてこちらに整理させていただきました。これらの筋肉を今回は MRI のスクロール画像で順に見ていきたいと思います。特にこれらの筋肉の中で棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋という4つの筋肉を赤字で示させていただきましたが、これらの4つの筋肉は肩甲骨の周りにへばりついていて、肩関節の安定に寄与するローテーターカフと呼ばれる非常に重要な筋肉です。 MRI でよく取り上げられますので赤字で示させていただきました。棘上筋に関しては外転を手助けする筋肉で、棘下筋と小円筋は外旋、肩甲下筋は内旋に関与する筋肉です。それでは肩関節周囲の筋肉の全体像から見ていきたいと思います。肩関節周囲は非常に分厚い筋肉が覆っていますが、その中で重要なのがまずこちらの三角筋、さらにこの後ろ側にある僧帽筋が重要な筋肉です。これらが肩関節周囲を分厚く覆っている表面の筋肉です。これらの筋肉を一旦消させてもらうと、肩甲骨の周囲にへばりついている筋肉がありますが、これらの筋肉が今回の動画で一番重要であるローテーターカフと呼ばれる筋肉群です。棘上筋、棘下筋、小円筋、そして前側にある肩甲下筋の4つからできています。ローテーターカフという名前は肩関節の回旋に関与している筋肉で、このように腱の付着部がそれのように上腕骨頭を覆っているためローテーターカフと呼ばれます。日本語では腱板と言われますが、腱の付着部がこのように板状に張り付いているため腱板と呼ばれます。また肩関節の比較的深いところにありますのでインナーマッスルとも呼ばれます。棘上筋は棘上下というところにはまっており、上腕骨頭の大結節というところに付着していきます。棘下筋は棘下下というところから同じく大結節、小円筋は肩甲骨の外側縁というところから大結節に付着していきます。棘上筋、棘下筋、小円筋の付着部は大結節です。肩甲下筋だけが小結節というところに付着しています。肩甲下下という溝からこのように小結節に付着しています。その他の重要な筋肉について今度は見ていきたいんですが、こちらに右後突起がありますが、上腕二頭筋の担当が右後突起に付着していますが、それを隠すとその奥に右後腕筋という筋肉が見えてきます。右後突起からこのように上腕骨に付着している筋肉ですけれども、肩関節の屈曲と内転に寄与する筋肉で、こちらも比較的重要な筋肉です。また後ろ側に行くとこちらですね、小円筋の下に大円筋と呼ばれる筋肉があり、こちらは肩甲骨の下角から上腕骨に向けてついている筋肉です。またこちらに上腕二頭筋の長頭がありますが、肘を曲げるときに有名な筋肉ですけれども、
の腱に付着してもらうと、ローテーターカフの付着部である大結節と小結節の間を通っていることが分かります。この結節間隔を通っているという走行が非常に重要で、最終的には肩甲骨の関節上結節というところに付着している筋肉です。この上腕二頭筋長頭腱も肩関節の MRI を理解するためには非常に重要な筋肉です。以上の筋肉をこれからスクロール画像で順番に見ていきたいと思います。それでは実際の MRI 画像をスクロールしながら肩の周辺の筋肉について見ていきたいと思います。こちら肩の MRI の画像の T2 強調画像となりますが、その断面は肩甲骨に対して垂直な斜視上段となります。こちらの斜視上段ですけれども、この肩甲骨の部分とさらに右後突起、また肩甲棘から肩峰の部分がこのような Y 字に見え、さらにこの Y 字にへばりついているローテーターカフの4つの筋肉群がよく見えるため、非常に好まれて撮影する断面となります。この断面で見てみると、この Y 字状の上に乗っかっているこの筋肉、こちらがローテーターカフのうち棘上筋となります。またこの右後突起側が前側となりますので、この右後突起側にあるこの筋肉が肩甲下筋、またこちらの肩峰側ですね、肩甲棘から肩峰に対してついている筋肉が2つありますけれども、そのうち上からが棘下筋、下側が小円筋となります。この棘上筋、肩甲下筋、棘下筋、小円筋という4つの筋肉が肩の MRI の非常に基本的な筋肉となります。その他の筋肉としては、まず表層を覆っているこの棘上筋の上にある非常に分厚い筋肉である僧帽筋、またこの筋肉ですね、こちらの筋肉は腕の後ろ側についている筋肉ですので、上腕三頭筋、肩甲下筋とこちら小円筋がありますけれども、その下にさらに大きな筋肉が乗っかっていますが、こちらが大円筋、またこの外側に行くと上腕骨頭を囲っている非常に大きな筋肉がありますが、こちらが三角筋となります。これらが斜視上段で見られる重要な筋肉の一覧です。続いて肩の MRI の T1 強調画像の肩甲骨に対して平行に切っている斜間上段を見ていきたいと思います。この斜間上段はローテーターカフの筋肉と、それが低信号の腱となり骨に付着していくという、この腱の部分をよく観察することができます。まずこちら肩甲骨がありますが、肩甲骨の上にある筋肉ですので、ローテーターカフのうち最も重要な棘上筋がこの筋肉です。 MRI のいいところはここに筋肉があり、その横の腱の走行がよく観察できることです。腱の部分はプロトンが非常に少ないので、筋肉よりも低信号で描出することができ、コントラストよく観察することができます。この棘上筋と棘上筋腱に関しては上腕骨頭の大結節に向かって付着していきます。ここから前の方に移動していきますが、この部分でも腱を観察することができます。肩甲骨の前にある筋肉の腱ですので、この筋肉はローテーターカフのうち肩甲下筋ということになります。ローテーターカフの中で内旋に関与し、非常に大きな筋肉です。ここからは後ろの方に移動していきますが、棘上筋を再び通過し、この断面でさらに2つ腱を観察することができます。この上側にある腱に連続する筋肉がローテーターカフのうち棘下筋、下側にある筋肉腱に連続する筋肉がローテーターカフのうち小円筋ということになります。肩甲下筋と小円筋は肩関節の外旋に関与する筋肉で、この2つの腱はともに上腕骨頭の大結節に向かって付着していきます。この斜間上段というのは、例えば棘上筋腱の損傷などの腱板損傷などがある際の非常に基本的な断面ですので、肩の MRI の中で特に重要な断面となります。この断面で棘上筋、前の方に行く前の方を走行する肩甲下筋、後ろの方を走行する棘下筋と小円筋
をまず重要な筋肉として確認していただけたらと思います。またその他の筋肉としてはアウターマッスルである僧帽筋や三角筋、またこちらに右行突起がありますが、右行突起から下側に行く右行腕筋なども一度感情団で観察していただけたらと思います。続いて T1 強調画像の横断像をスクロールしながら筋肉の配置について確認していきたいと思います。上から下に向けてスクロールしていきますが、まずこちらの断面で黒い腱の構造物が見えます。この腱はどこに連続しているかというと、このように上腕骨頭に向けて走行していますが、こちらがローテーターカフのうち肩甲骨の上に乗っかっている棘上筋ということになります。棘上筋から棘上筋腱として上腕骨頭の大結節に向かって伸びていきます。下の方にスクロールしていくと、この断面で肩甲骨の前と肩甲骨の後ろにまた腱の構造物が見えていますが、肩甲骨の前にあるこちらの腱、こちらが肩甲下筋腱で、こちらが肩甲下筋ということになります。この肩甲下筋はローテーターカフのうちこの小結節に向かって伸びていく筋肉です。後ろ側にある筋肉は棘下筋で、ローテーターカフのうち肩甲骨の後ろ大結節に向かって伸びていきます。よってこちらの筋肉が棘下筋ということになります。さらに下に下がっていくと、もう一つこちらに大結節に向かって伸びていく腱が見えていますが、こちらがローテーターカフのうち小円筋腱となっており、こちらが小円筋です。もう一度ローテーターカフの筋肉を確認していくと、上にある棘上筋、前にある肩甲下筋、後ろにある棘下筋、さらに小円筋という構成になっています。他の筋肉について確認していくと、上腕骨頭をこのように取り囲んでいる三角筋、またこちらに右行突起が前に突出していますが、右行突起から下がっていくとこちらに筋肉が乱れ、上腕骨頭に向かって伸びていく右行腕筋、また棘上筋が見える上のスライスではこちらに僧帽筋も見られます。これらが横断像で見られる筋肉ですけれども、もう一つ重要な構造物として必ず確認していきたいのが、上腕骨頭のこちらが肩甲下筋が付着する小結節、こちらが棘上筋、棘下筋、小円筋が付着する大結節ですけれども、その間に溝のような構造物が見られます。こちらを結節間孔と言いますが、黒い腱の構造物が走行していることがわかります。この結節間孔を走行しているのが上腕二頭筋の長頭の腱にあたる上腕二頭筋長頭腱です。こちらから下にスクロールしていくと、上腕二頭筋に向かって伸びていくわけですが、この上腕二頭筋長頭腱も肩関節の MRI で特に取り上げられやすい筋肉で、横断像で観察しやすいため、この断面で確認していただけたらと思います。肩関節を構成する筋肉の中で特に重要なのがローテーターカフを構成する4つの筋肉です。ローテーターカフは棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋の4つの筋肉の総称であり、肩関節というのはこのような関節下に上腕骨頭がはまり込む構造をしていますが、あたかも剣玉がお皿に収まるようなイメージで非常に不安定な関節です。よって筋肉でがっちりと固定し脱臼を防ぐ必要がありますが、そのような肩関節の安定性に関与している非常に重要な筋肉です。これら4つの筋肉が協力し、全体として上腕骨頭を関節下に引きつける働きをしています。またローテーターカフという名称ですけれども、名前の通り上腕骨を回旋させるローテーターの働きがあり、また袖ですね、袖は英語でカフですけれども、袖のような形で上腕骨頭をすっぽり包み込んでいるためローテーターカフという名前がついています。日本語では回旋筋腱板ですけれども、このような筋肉の腱が板状に上腕骨頭を包んでいるため腱板という名前が付けられています。また僧帽筋や三角筋などの表層の筋肉をアウターマッスルと言いますが、ローテーターカフの筋肉はそれよりも奥の方にありますので、インナーマッスルとも呼ばれます。棘上筋は棘上下から起始し、上腕骨頭の大結節に停止します。作用は外転です。棘下筋は棘下下から起始し大結節に停止、作用は外旋です。小円筋は肩甲骨の外側縁というところから起始し大結節に停止、作用は外旋です。肩甲下筋は肩甲下下というところから起始し、
これだけが上腕骨頭の小結節に停止していきます。作用は内旋です。このローテーターカフの位置関係を覚える際に、肩甲下筋が前にあり、極下筋と小円筋は後ろにありますけれども、この位置関係を覚えるのに苦労している方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合には、この肩甲下筋という名前を使って覚える方法がおすすめです。この肩甲骨の下というふうに漢字で書いていますけれども、こちらは猿やゴリラのように四つん這いでうつ伏せの体勢になっている動物をイメージすると良いです。そのような動物のイメージになると、肩甲骨の下にあるということは、立っている動物に例えると肩甲骨の前にありますので、その四つん這いの状態で肩甲骨の下にある、つまり肩甲骨の前にあるというふうなイメージを持つと、この肩甲下筋の位置関係が覚えやすいと思います。それでは最後に静止画を用いて今回学んだ筋肉について復習していきたいと思います。まずは T2 強調画像のシャー四上段ですけれども、この断面では右後突起と肩峰と肩甲骨の Y 字状のビューにローテーターカフの筋肉が周りを取り囲んでいる構造が非常に分かりやすかったと思います。肩甲骨の上に乗っかっている棘上筋、前にある肩甲下筋、後ろにある極下筋と小鋭筋がありました。またシャー四上段ではこの境目のように極下筋と小円筋の仕切りが分かりやすいという特徴があります。アウターマッスルとしては僧帽筋と三角筋がこの断面では観察され、また小円筋の下には大円筋も観察することができます。また右後突起から上腕骨に向かって伸びている右後腕筋もこの断面で観察しやすいと思います。続いて T1 強調画像のシャー冠状段ですけれども、このシャー冠状段は腱板損傷などのように腱の付着部が非常に観察しやすい断面です。前から後ろに向かってスクロールしていくと、前の方にある肩甲下筋、この断面では棘上筋、後ろに行くと極下筋と小円筋を観察することができます。肩甲下筋が肩甲下筋腱として付着していく様子や、棘上筋がこのように棘上筋腱、極下筋が極下筋腱、小円筋腱というふうに腱の付着部分を観察することによって筋肉の構造が分かりやすく観察できると思います。またアウターマッスルとしてはウェッカーに乗っかっている僧帽筋、上腕骨頭を包み込んでいる三角筋を観察することができ、この断面では大円筋も下の部分に観察することができます。この断面で特に注目してもらいたいのがこの棘上筋で、上腕骨頭の大結節に向かって棘上筋腱が付着していく様子も分かりやすいですし、この断面でこの筋肉が収縮していく様子をイメージすると、棘上筋の作用が外転であるということも分かりやすいと思います。最後に T1 強調画像の横断像です。この断面でも筋肉から腱が出てきて、腱が付着していく部分を観察していくと分かりやすいと思いますが、上から下に向かってスクロールしていくと、この断面で棘上筋と棘上筋腱、この断面では肩甲骨の前に肩甲下筋と肩甲下筋腱、肩甲骨の後ろに極下筋と極下筋腱、さらに下に下がると小円筋と小円筋腱を観察することができます。こちらの断面では例えばこの肩甲下筋が収縮していくイメージを持つと、肩甲下筋の作用が肩関節の内旋に関与すること、また極下筋と小円筋が収縮していくイメージを持つと、これら2つの筋肉が肩関節の外旋に関与していくということが分かりやすいと思います。また横断像ではこの上腕二頭筋長頭腱というところが非常に重要で、小結節と大結節の間の結節間隔を走行していく様子が非常に分かりやすいと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。今回は肩関節の MRI 画像を用いて肩関節周囲の筋肉について確認していきました。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。